皆さんこんにちは。未定事件簿で水瀬夏彦の声を担当しております梶裕貴です。この1年で開催されたイベントと、そのイベントで登場した SSR 思い出カードを一つ選んで、みんなと一緒に振り返っていきたいと、そういうことなんですけれども、僕はね、ワンちゃん、犬と一緒に暮らしていますので、そのワンちゃんとモフモフっと遊べたあんなイベントも非常に捨てがたいんですが、こちらを選ばせていただきました。童心の夢の旅でございます。ある依頼で遊園地の商品の手がかりを探すという、まあまあシリアスな感じじゃなくね、楽しいデート気分みたいな入り口でございましたが、まあ最後は、まあ例のごとくと言いますか、実に未定事件簿らしい、そんなエンディングだったような気がしました。まああと、カードをめくって商品をゲットできるっていう挑戦もありましたけども、2枚目の目玉商品をですね、まさか1回で引き当てたなんて方、いらっしゃいます？もしね、いましたら、何らかの形で教えてください。みんなで褒めたたえます。そして、夏彦の SSR 思い出、掴んだ願い。二人でテーマパークへ遊びに行くというところは、まあ、去年のね、私カジがピックアップしました虹色のときめきのストーリーも思い出したりしますけども、前回はアクティブなものに挑戦するのが多かったんですけども、今回はメリーゴーランド、そして花火、幼馴染の限界突破はもう止められませんよ皆さん、ね、主人公を一番大切に思う気持ちは、まあ、昔から変わりませんけれども、もはや今の彼は一人で全部背負うとするのはもう誰のためにもならないと素直に思ったことをやる、そんな思いを口にできるようになったんだろうなと、すごく変化と成長を感じる2年目でございました。で、まあ、いろんな思い出ストーリー読んで皆さんの中で感じるところがあると思います。皆さんそれぞれの中での夏彦との思い出を大切に、ぜひ今後もね、未定事件簿楽しんでいってくだされば嬉しいなと思います。水瀬夏彦役の梶裕貴でした。俺のワトさん、最後まで聞いてくれてありがとうな。バイバーイ。皆さんこんにちは。森月玲の声を担当しております福山潤です。今回も過去1年間で出た森月の SSR カードを1枚紹介するお題ですが、せっかくなのでカードが登場する限定イベントも一緒に振り返ってみたいと思います。どの思い出も綺麗で、そして森月のいろいろな一面を見せてくれたと思いますが、改めて見るとやはり今年1月のイベント、季節浮世にルロースが一番印象深いと思います。イベントストーリーは N2X のメンバーたちが風雪の中でたどり着いた山荘で謎の事件が次々と起こり、みんなでそれを調査して最後は悲しい真実を知るという展開でした。この山荘を探索する中でいろんなミニゲームに挑戦できるけど、中でも謎解きの部分を後から少し見せてもらったのですが、正解を教えられてもどうやってその答えにたどり着いたのか全然わかりませんでした。あと操作を求められる時間制限付きのダンジョンとかもありまして、それを自力でクリアして限定バッジまで入手した皆さんは本当にすごいと思います。カードストーリーは本編と全く違う身分や生い立ちの主人公と森月との物語を描いたのですが、架空世界の思い出のストーリーなので、台本には難しい地名などがいっぱい出てきたと覚えています。まだ読んでいない方もいらっしゃると思いますので、ネタバレなしで言いますと、やはり森月ほど白が似合う男はいないっていうことでございますね。森月推しでない方でも、初めて PV を見た時には心が揺らぐぐらい本当に美しいイラストだと思います。というわけでございまして、これからもあなたのハートを揺さぶる男、森月の美しい思い出とストーリーを期待してください。森月役の福山潤でした。特別番組をご覧の皆さん、お久しぶりでございます。泉慶の声を担当しております石川海斗でございます。今回は過去1年間で開催されたイベントを振り返りつつ、泉慶のイベント限定 SSR カードを紹介する企画ということなんですけれども、私から紹介させていただくのはこのイベント、恋の旅路でございます。ざっくり言いますと、泉とお姉さんでですね、お茶の名産地を巡りながらもですね、いろんな観光スポットを巡っていくんですけれども、その中でこうリマインダー的に手帳にいろんなやりたいことを書いていって、でやったことをチェックマークつけていくと、でこの途中で手に入れたステッカーとか貼っちゃったりとかして、もうね本当に可愛らしいイベントだったんですね。いやなんかこういう旅行をやってみたいって思えるような、すっ
ごい理想的なシナリオでありつつも、まあ、ちょっとそこにねこうしんみりとした雰囲気もあったイベントで、こうより心が近づいていったんじゃないかなっていうふうに思います。このイベントがあったからこそ、こう異国の地でも、まあ、もちろんね、他の異国も行ってますけれども、この夜のいわゆるお祭りのシーンとかでのロマンチックさって本当にすごかったと思うんですよ。それこそ改めて僕はここでカードを見せてもらったんですけど、本当にこんなん写真でも表現できないっていうぐらい美しさで、でもうこのカード自体が動くので本当に思い出の1ページという感じじゃないですか。なのでね、このカードをぜひ手に入れていただいたら何度でもちょっと見ていただきたいシナリオだなというふうに思います。最後に出てきたマンゴーライスなんですけれども、どんな味がするのか皆さんも楽しみ楽しみっていうか気になっているところなんじゃないかなと思いつつ、僕はですね、ちょっと怖いな。はい、どのカードストーリーも思い出の深いものなので、気になるカードがありましたらぜひゲーム内で体験してみてください。それでは泉契約の石川海人でした。ご機嫌いかがでしょうか。未定事件簿で佐京静馬担当しております諏訪部純一です。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。さて、私が振り返るイベント思い出カードでございますけれども、そうです、やっぱりね、モフモフスイートタイムですよ。佐京さんはね、ココちゃんっていう白いコメちゃんね、ポメラニアンの可愛らしいですね、ワンコとこう素敵な時を過ごしたわけなんですけどもね、こう綿あめみたいなふわふわボディでね、つぶらな瞳で、僕本当にまあ本当に犬好きなんで、このココちゃんはたまらなく可愛いっすよね。こうやっぱ裏返ってお腹出したりとかしてきたら、もう本当もうよし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 ってこうやりたくなるような、こうおもちゃで一緒に遊んだりとか、お風呂入れてあげたりとか、そういうご飯あげてね、外で遊んでなんてことできましたけども、そういう素敵な思い出をね、あなたもお作りいただけたかな。そうであれば幸いです。もう本当に癒されるイベントだったと思います。この、限定ねカードも、先ほどさんとココちゃんの髪の毛こうね、いろいろこう結んでもらって同じような感じになってね、そういう可愛らしいのとかもあったりとかしましたよね。ゲットした方はもうずっと大切にして、もう断るごとにね、心がちょっとささくれた時に思い出したように見ていただいて、ほっこりしていただきたいなと、明日からまた頑張れるなっていう感じのこう癒しのひとときになると思いますんでね、ぜひとも大切に、取っといていただきたいなと思います。それ以外もね、楽しいイベントとかもうハラハラドキドキなんかもあったと思いますんで、まあ、ぜひともまだまだゲームこの先も続いていくと思いますんで、引き続きお楽しみいただけますと幸いです。というわけでございまして、佐京静馬担当諏訪部純一でございました。眠いならもう寝なさい、一緒にいるから。過去はもう変えられない、でも目の前にある未来なら一つだけ確かなことが言えるよ。俺たちは互いのことを知り尽くしてる、どんな秘密もな。僕といれば失敗することはないよ、だから信じて。私を見るんだ、生涯この顔を忘れないでいてくれ。これは愛がもたらした奇跡、僕たちが一緒にいる限りどんな可能性だって作り出せるよ。お前は俺の大切な人だから守ってやるのは当然だろ。そうか、私はもうとっくに君に見透かされていたのか。ありがとな、過去から今までずっと俺のそばにいてくれて。俺に貼られてた全てのレッテルを剥がして素の泉慶を愛してほしいと思った。これから先何があろうと俺はずっとお前のそばにいるよ。手を伸ばせば届く距離に、君の愛おしい眼差しの中に私はずっといたい。この先が果てのない光だろうと永遠の闇だろうと、あなたさえいれば僕は前に進める。この世の全てを超える幸福をあんたに捧げるよ、あんたが俺にそうしてくれたようにね。はあ、お姉さん見てよ、いじめられたのはこっちなのに被害にゃぶるんだよ。